ウラレポ音声レポート、ウララジです。ウラレツはサンフレッチェ広島戦にスコアレスドロー、そして続く横浜 F マリノス戦は前半3失点を喫するものの、後半ユンカン選手のハットトリックで追いついて3対3のドローに終わり、6試合連続の引き分けとなりました。そして今週末土曜日にはホーム3連戦の締めくくりに、また埼玉スタジアムにて鹿島アントラーズ戦を控えています。今日も海田光さんに話を聞いていきたいと思います。高根、こんにちは。勝ちたい、もう本当になかなかね、よろしくお願いします。もうそのサンフレッチェ戦もスコアレスドローに終わって、まあ、このサンフレッチェ戦のところでも3試合連続のスコアレスドローということで、なかなか勝ちきれない試合も続いてますね。本当にね、なんかね、6試合連続引き分けで7試合負けなしか、味方で、味方を変えれば、はいはい、いい言い方すればポジティブだよね。7試合負けてないまあね、負けてないというふうに見るのか、勝ててないと見るのかで、ね、だいぶ見方も違う。もう広島戦はね、もうちょっとね、本当に、いや、シュートブロックでね、来ててね、はい、コースないんだから、はい、そこでシュート打たないでよとかね、もうなんか悪い意味でのエゴイストが出ちゃったかなっていうような、うん、もうそこでもうゲーム壊されちゃったかしらみたいな。あ、どうしても前線がやっぱ外国人選手になってね、あのメンツが変わったってところでのコンビネーションがやっぱりちょっとあまりまだ来てないってところもあるんですかね。そうなんですよね、だからなんか、そこの部分で、まあね、成功体験があるから、はい、自分の個の力でゴールこじ開けることができたっていう成功体験があるから、はいはい、打っちゃう気持ち、ゴールを狙う気持ちはもうすっごいよくわかるんだけれども、いや、そこちょっと冷静に見て、フリーの選手いるじゃん、とかっていうね、だからね、もうなんか、っていうような、なんかこう、歯がゆさがもう募るような、はい、だからリカルド監督も広島戦が終わった後に、はい、剥がした後のファイナルサードのところ、要するにゴール前ですよね、はいはい、のところでの質であったり、少し焦ったような、焦ったような形って言葉、うまく選んだなとは思いますけれども、はい、焦ったような形になってしまった、距離があったところのシュートであったり、はい、シュートを打つことが悪いことではなくて、ないが、こう可能性が少ない中でのシチュエーションが多かったっていうふうにおっしゃる通りですよ。そこをなんかもうちょっとピッチの中でうまくコントロールできたらなとか、もうちょっとコンビネーションが噛み合ってきたらなとかっていうふうな試合でしたよね、広島戦は。まあ、その続いてね、横浜 F ・マリノス戦は前半3失点ということで、ちょっと前半だけではこれはこのゲームちょっと大丈夫かなという状況ではあったんですけど、もう後半大量失点をもう覚悟しましたし、そのぐらいの前半でしたよね。前半終わった段階で、平日の夜にもかかわらず、ね、明日は仕事ある人、学校ある人、家のことしなきゃいけないとか、いろんなみんなで生活を抱えている中でも一生懸命肩、はい、駆けつけてくれた人たちにもう申し訳ない気持ちでもう本当にいっぱいで、もう横浜マリノスの完成度は高いなっていうふうに、まあある意味感心しながらも、なんかもう腹立たしくなりましたね、何もできなかった。やられたい放題になっちゃいましたもんね、前半に関してはね。本当にそうですよ、まあ、途中でね、システムをファイブバックにして、岩波選手を真ん中に、はい、まあ、ストッパーとして、秋元選手、ストッパーっていうのも、ね、ショルツ選手を右に置いて、はい、秋元選手左で、まあ、ワイドっていうような、ね、意味合いを込めて、はい、まあ、辺り選手と関根選手が下がるっていうようなね、形を取りましたけれども、まあ、後ろに重くてなかなかセカンドボールが拾えずに、苦しかったですね。ちょっとやっぱ横浜の左サイド宮市選手がいる、ね、ところがだいぶポイントになっちゃいましたけど、まあ、そのシステムを変えて、まあ、落ち着きはしましたからね。
落ち着きましたけれども、うん、そこからねボールサイドにスライドして逆サイドに展開とかね、うん、はあ、もうやめてよねっていうくらいでしたけれども、本当にもうなんか申し訳ない、後半どうするんだろう、うん、大量失点覚悟だなこれって思っていたら、うん、思っていたら松尾選手言ってましたね、ロッカールームでは誰もね肩を落としてる選手はいなかったって、うん、浦和ってこんなにメンタルが、ね、うん、強くなってくれてたんだっていうようなのをね、うん、改めてちょっと嬉しかったですね、うん、私だけだったんだそんな風にちょっと思ってたのはまあ、ある意味このね前半の展開でもそういう意味で折れずにね一体となって戦えたっていうのはチームとしては、まあ、まだまだね、まあ、なんか変な話、あんま雰囲気の良くないチームだとそれで崩れてって終わってしまうってことがあるでしょうけど、そうではまだないっていうことなのかもしれないですね、全然ね。そうです、そうです。うん、うわーって、うん、ちょっと嬉しくなっちゃいましたね。うん、で、しかも早い時間に、うん、岩波選手からのロングフィードで、はいはい、もうカウンター一発で。うん、一発でしてますね。先制点をね、うん、もう本当にカウンター一発ですよ。うん、それでもう、勝ちというか逆襲ののろしを上げたっていう、うん、あれは素晴らしかったですね。やっぱユンカー選手はね、裏にあれだけスペースがあると速いです、やっぱね。速いちょっと後から追いかけね、後からっていうかディフェンスが前にいても追いつけないみたいな。そうですよ、うん、トラップ一つでかわす、うん、それから体の入れ方、うん、ゴールに向かっていく、こう、うん、ね、半身になりながら、こう、うん、キュッとこう、方向変える。スルッと抜けたりね。うわ、うまいなってすっごい思いましたけれども、うん、まあ、ロングフィードのね、浮き球に対してはね、うん、競ってくれないから、そこのセカンドのサポートっていう部分、はい、でのね、うん、遅れっていうのがどうしても次の守備のこと考えちゃうと、うん、遅れちゃうんで、うん、あそこ競って勝ってくれたらな、もっと距離グッとこう詰め寄ることできるのになっていう思う反面、うん、じゃあ逆にそれができない選手だったら、うん、こうロングフィールドで足元に置いてあげる、うん、フィードをすればいいんだっていうのが、うん、まあ岩波選手のフィードですよね、うん、うまいなあそこは。まさにユンカー選手はこういう形で生きるっていうのはね、まあ前このシーズンでもジュビロ戦でもそうでしたし、まあ逆に言うとというか、マリノスがその良さを存分に引き出してくれたというか、ずっとハイラインに戦ってくれたのがね、ええ、逆に良かった、良かったというか、でそこをこうリスクを犯しながらも、うん、うちが行けたっていうのは、はいはいはい、すごいこう戦い方を変えたっていうのはすごい、うん、まあリカルド監督らしいなっていう、はい、今の浦和だよね、うん、これがっていう相手の弱点を、うん、をうまくつく、うん、それでストロングポイントを消す、うん、だからロングボールを使うことによってマリノスの中盤を省略しちゃうって、はいはい、上をボールが越えていくわけですからね、うん、持てなくなっちゃうでしょ、うん、っていうところと、まあ、前からのプレスをはめていくっていう部分を必死になってやってましたんで、うん、それでまあコース限定してボールを奪うことが、うん、まあ、5バックでしたけど、うん、できましたし、うん、あと危機一髪のところを西川選手がしっかりと止めてくれたっていうのも大きかったですし、まあ、2点目取るまでがまあちょっと時間かかりましたけれども、チャンスは作りましたからね、それで。すっごい大きかったですよね。まあ、2点目取った後にもうリカルド監督がもう両腕広げて、あおるあおる、みんなの力を。うん、ピッチに送り込んでくれっていう、まあ本当に一緒になって戦ったら浦和って、うん、とってつもない力を発揮するんだなっていうのを見せつけることができた試合でしたね、はい、うん、まあ、もう欲を言えばあと1点っていうところでしたけどね、まあシーズンを考えたら勝たないといけない試合だったけども、まあ、大敗して終わるのとこの引き分けで終わるのじゃちょっと雰囲気がやっぱだいぶ違っただろうなというのもあるかもしれない。
だから今までの5試合連続の引き分けてた時と、うん、はいはい、まあ、今回のマリノス戦の引き分けでは意味が違う引き分けだったなって思える、はいはい、うん、だけれどもなんかこう、うん、選手が試合終わってこうぐるーっと一周するときに温かい、ね、はいはい、拍手に包まれましたけど、健闘をたたえる、うん、でもね、あの、うん、6試合連続引き分けっていう現状を真摯に受け止めてよっていうふうにちょっと思ってしまいました、うん、まあ、選手は比較的喜んでるというよりはやっぱりちょっとこれではダメだって顔はしてたのかなっていう気もしますけどね、うん、ね、うん、まあちょっと私がちょっと高望みしすぎちゃってるのかなって思うけど、うん、いやでもやっぱり勝たなきゃ、うん、ホームなんだし、うん、勝たなきゃ、まあね、一応クラブは今シーズンリーグ優勝を掲げてスタートしてますからね、それを考えるとちょっと物足りないっていうのは言われても仕方ないのかなと。そうですよ、うん、まあ、この引き分けがどう出るかは次の試合次第というのもありますよね。強いですよ鹿島は。ね、次が、まあ、今首位ですか鹿島アントラーズ。この週末どういう。いや2位です。あ、今2位か。2位ちょっと落ちて2位になりました。2位なんですよ。川崎が上がってきたんですよ。あ、そうだ、川崎がねこの前抜いて、もう腹立たしそれはそれで腹立たしい。まあ相手としても鹿島ということでね、ええ、ここはもう戦わないと、上に行くにももう鹿島戦わないといけないですね。まあ逆に言うとやっぱ鹿島を叩いて上に行くということもありますからね、今まであれ。鹿島叩いてもう自信つけて上2連戦、うん、うまくこう勝利で乗り切っていくっていう、うん、もうそれは理想ですよ、うん、現状考えて、はい、ね、今の鹿島のチームの完成度と、うん、浦和のチームの完成度を考えると、うん、であと水曜日に戦ったっていう部分で、はいはい、まあ、鹿島もねルヴァンカップ、はい、アウェーでガンバ大阪戦戦ってますけど、うん、ターンオーバーしてますからね。そうですね、そういうコンディション的なハンデのこととか考えていろんなことを総合的に考えると、うん、もう鹿島に分があるのは分かってますけど、うん、裏のホームなんで、うん、まあ、リカルド監督がどういう選手を起用して、はい、でなおかつその硬い鹿島っていう部分で、うん、鹿島のストロングポイントを消すためにどういう策を練ってくるのかなっていうところが見どころの一つだと思うんですよ、うん、はいはい、ですからね、うん、5バックに最初からしちゃうっていうのも一個の手だし、いやいやそうじゃないだろうっていう感じで、うんうん、3にして、はい、前から行くっていうのも手だし、うん、うーん、今まで通り、うん、まあだ両サイドバックを高いポジションにどれだけ取らせることができるかって、うん、フォーバックにするとね、はいはい、だからなんかね正直なところ、受けて立ったらやられるなっていう思いもあるんだけれども、はいはい、うん、いや、ここはホームなんだから、うん、もう最初からアグレッシブに、うん、ガンガン行きましょうよって、うん。それで、え、浦和ってやっぱりホームだと違うっていうね。うん、なんかその、勢いで鹿島を飲み込みたいなって、だから上田選手とかにボールが入らないような形を取りたいなって、まあ、4-4-2 でブロック引くっていうのもありだし、はあ、どうするかなっていうところと、あと温存してた江坂選手が。そうですよね、うんうんうん、そうですよ、そういうかね、いやだってマリノス戦に江坂選手いたらどうだったかとかってやっぱこういろんな意味で想像しちゃいますからね、うん、やっぱいるといないじゃ全然違いますからね。違いますよ、うん、だからそこをどうするかなと思ったり、うん、ユンカー選手を最初からまたスタメンで使うと、うん、したらとかね、
そうしたらちょっとワントップにして5バックもありかなとか、うんうん、でガンガン放り込んでくるっていう、うん、いやでもなとか、ね、もういろんなこと考えるともうリカルド監督の手腕をもう、はい、とにかく一言で言えば楽しみだねっていう、うん、そうですね、かしませんですよ、うん、それであとはみんなと共に戦うっていう力強さっていうのを、うん、作り上げていきたいですね、うん、まあ、レッツがあの累計来場人数が1500万人を突破したということで、この試合の来場者にステッカーが配られるっていうことですね。そうなんですよ、ね、それであの金曜日発売の埼玉新聞にも浦和レッズ広告を載せまして、うん、1500万人ね、うん、ねえ、うん、紙面で見るにはやっぱそれね、はい、手にするっていう、うん、まあ、いろんなのを集めてらっしゃる方、号外とか集めてらっしゃる方いると思うんでね、はい、ぜひともね、今からでも間に合いますからね、はい、今日発売というか今日付の埼玉新聞ですね。そうですそうです、うん、ぜひともご覧になっていただきたいなっていうふうにちょっと思ったりしちゃいましたが、うんうん、1500万人の思いってすごいですよ。1500万人ですからね。うん、いろんなことありましたよ、過去振り返れば、うん、ね、あーってなんか、あ、そっか、1500万人か、うん、約ね、30周年ですからね、はい、ね、かけて、うん、あ、そういうさまざまなホームゲームは、うん、浦和とともに、うん、みんなとともに、うん、愛する人とともに私は見てきたんだなっていうふうになんか、うん、考えるとなんか考え深くなっちゃう、ね、いろんなシーンがこう頭によぎっていきましたけどね、はい、うん、まさにそれをね祝うというか表現するのが鹿島、次の鹿島戦ということになりますね。鹿島にはもうホームで嫌な思いもさせられましたからね、うん、いろんなことありましたからね。ね、ありましたね。鹿島には負けたくないみたいな感じのことをリカルド監督はおっしゃってましたけど、おー、なるほど、あの鹿島にもなんですよ、はい、浦和愛する人たちは、はいはい、どこのチームにだって負けたくないんですよ。それはそうです、もう当たり前なんですけど、うん、ですからね、やっぱホームの力っていうのをね、うん、あ、浦和で戦うなんて嫌だなって思わせるぐらいの、うんうん、力をぜひとも皆さん、うん、ね、共に戦ってもう選手を走らせてください。はい、高根の質問などございましたら、ウラレポ記事内の投稿もかコメント欄にて受け付けております。この音声レポートではウラレツの日々のレポートをお送りしていますので、高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。本日も高根ありがとうございました。共に戦って絶対に勝ちません。完封勝利しましょう。